フリアン・マリアス・スペローニはアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。1999年に CA プラテンセでプロデビュー。2001年にスコットランドに渡りダンディ・ユナイテッド FC と契約。2002年から2シーズンは聖事 EK を務め、当時の英国リーグとしては珍しい南米人聖事 EK として注目された。 2004年7月、イングランドのクリスタルパレス FC と契約。1997から98シーズン以来のプレミアリーグで、スペローニは6試合で起用されるも、チームは18位に終わり、1年でフットボールリーグチャンピオンシップに降格。2007から08シーズンから、政治家として起用され、高セーブを連発したスペローニは、 カブリーグの選手としては、異例の長期契約を勝ち取り、サポーターが選ぶ、クラブ年間最優秀選手に幾度となく選出されるなど、パレスの顔として君臨した。2013年の入れ替えプレイオフを勝ち上がったパレスは、スペローニが加入した2004から05シーズン以来の、プレミアリーグ昇格となった。開幕から終止会に低迷する戦いを強いられながらも、スペローニは、 後生部連発でチームの危機を幾度となく救い、プレミアリーグ残留に導き、同シーズンのクラブ年間最優秀選手に選出された。2014から15シーズンもプレミアリーグ残留に導いたスペローには、2015年7月にパレスと契約延長に合意。2015から16シーズンからは、ウェイン・ヘネシーに政治家の座を譲ったものの、 パレスの重心として君臨している。ありがとうございます。